ヤントミタヤントミタは、日本の音楽家、スティールパン奏者、東京都出身、日本初めてのヒップホッププロデューサー、日本初めてのスティールドラムのプロ演奏家、音楽による意識の拡大をテーマに、音楽の研究機関、オーディオサイエンスラボを主催。ラブ、現代音楽、ヒップホップ、ポップス、電子音楽、モンドミュージックは包括する、音楽性を誇る。 70年代後半、田村玄一、高橋誠一とバンド、タイニーエキゾチカボーイズを結成。エキゾチック音楽に独自アプローチで取り組み、後にメロンとして録音される、ゲート・オブ・ジャポネシア等を作曲。東京 FM にて、千秋直美とラジオ番組のパーソナリティを務める。80年代にウォーターメロングループのメンバーとして、主に桑原萌一が原宿に開いた。 日本初のクラブピテカントロップスエレクトスでライブを行った。スタジオミュージシャンとして多くの録音に参加。1988年バンダイクパークス来日公演にスティールパン奏者として参加。NHK にて放送される。同年インクスティック芝浦でヤヌとミタクラウップとしてライブ。1989年日本初めてのヒップホップアルバム伊藤成功、メス。 エイジをプロデュースしすべてのトラックを作成。その時代を先取りしたアイデア、引用は世界中に大きな影響を与える。同年、音楽による意識の拡大をテーマに自身の研究所、オーディオサイエンスラボラトリーを開設。1992年11月1日ソロ名義のデビュー CD、ミュージックフォー・アストロ a g を発表1995年音楽の中だけに、 存在する架空の少女二人組ドゥーピーズをプロデュースし、CD、ドゥーピータイムを発表。1999年、パードン・キムラ・トルマンを自身のレーベル津波サウンド・カンストラクションスにてプロデュースし、CD を発表。90年代に行ったライブは1993年、東京パルコシアターの2日間のみ。2009年日本科学未来館にて13年ぶりにコンサートを開催。 青山ギャラリー360や原宿東京カルチャーとバイビームス等でアシッドテストと題し実験的なライブを頻繁に開催。自身の研究機関オーディオサイエンスラボの成果を発表するウェブサイト ASL リポートを解説。2017年3月24日ブルーノート東京でライブ。ありがとうございます。